方面の走行中の方へのお知らせです。通行止めの情報です。雪のため上り別室蘭インターから苫小牧西インターまでの間で通行止めとなっています。また除雪のためその先の伊達インターまでの間で移動規制となっています。また増設のためこの先の上り別室蘭インターまでの間で最高速度が50キロに制限されています。続いて長門戸方面へ走行中の方にお知らせします。除雪のためこの先の間で移動規制となっています。安定ガスをお茶飲んでやり通行止めの情報です。